night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. A salty breeze and the waves. A slow pace. A salty breeze. いい匂いがする。美味しそうね、すでに。どうだ、じゃあまあ。温度心地ね。かわいい。このオリーブグリーンの色が綺麗でいいね、うん、本当だね、うん、かわいい。ようこそクルトラカフェに。よいしょ。はい、どうぞ。どうですか、カフェ店員の気持ちになれましたか。いやなって
よし。わんぱく全部食べなくてもいいんだよ別に。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。美味しそう。どうぞ先に。ああどうもありがとうございます、はい、はい。でクリームはね、クロテッドクリームがなかったの、うん、M&S に行っても、ね、ギャルリー・ラファエットに行っても、うん、マークス&スペンサーズなんて、うん、もう何にもなかった。多分だからイギリスから入ってこないんでしょ。あ、なるほどね。そうだからしょうがないからフランスでクロテッドクリームの代わりに食べられているというものを、これはベイユヴェールの生クリーム、クレームクリューを買って、これはマスカルポーネチーズ、これはツーさんが買ってきた巨大クレームフレッシュ、ね、こんな大きさの初めて見たんだけど、されなかったから、こんな巨大なの売ってると思った。これ一生かかって食べそうじゃない。まあ責任持って食べてくださいね、はい。どれがおすすめですか。私的にはやっぱマスカルポーネが多分一番普通に美味しいと思うんだよね。これね、はい、でこれこれ、はい、ん、美味しい。やった。うん、どう、クロテッドクリームっぽい。まだわかんない。なんかいや、これが一番だと、うん、直答できない感じがある。わかる。こっちのつけてみる、うん、混ぜたりしてもいいんじゃないの。あ、そうね、うんうん、うん、なるほどね。何がどうなるほどなの。いや、まあ、ちょっと全部食べないと何とも言えない。あ、そう、うん、あ、なるほどね。そう思うでしょ。
なるほどねって思うでしょ。クロテッドクリームとは違うのよ、うん、やっぱり、うん、でも、うん、今3つ食べ終わったけど、うん、これだね。あ、そう、マスカルポーネが一番、うん、なんかね、癖がないっていうか、うん、なんかこのままで食べたやん。あ、そうね、酸っぱいからね。そうちょっと酸っぱかったですね、うん。このクレームクルとは違う感じ？うん、それもね、若干癖があるのよ。これ、あのバッファローのバター食べた時みたい。ああ、そうね、確かに近いかも。なんか獣感がある。そうね、獣感があるのよ。わかる？それまで混ぜてみる。多分混ぜたらまた違う結論なのかもしれない。うん。違う。何が？混ぜるのは違う。マスカルポーネが一番おいしい、うん、そう思った。そうだろうと思ってた。いやでもさ、うん、スコーンの美味しさっていうのをさ、うん、教えてもらったことが、うん、こうマミコとこう結婚してよかったランキングトップ20ぐらいに入るぐらい俺の中ですごい偉大な出来事だったんだよね。その割には最近忘れてたよね。いやそんなことない、そんなことない。一時期は自分で作るぐらいさ。そう、でもスコーン作ってたもんね。そう、いやなんかクロテッドクリームっていうものの存在をさ、本当に知らなくて、うん、いや知らない人結構いると思うよ。いやまあそれ知らない、だってイギリスに来て食べたことがなかったらなかなか食べないんじゃない？そう、そんなに売ってないと思うし、日本だって別に。だからクロテッドクリームをつけないで食べると、うん、なんかなんだこのパサパサしたものだってずっと思ってたのよ、うん、ケンタッキーのさ、うん、一緒についてくるさ、うん、ビスケットあるじゃん、うん、ああいうイメージだったの。なんかちょっとパサパサしてないかみたいな。何そんなパサパサしてた？うん、何だろうなこれはみたいな、美味しさがいまいちわからないって感じだったんだけど、うん、クロテッドクリームをつけた瞬間、うん、輝いたよね、うん、あ、そう？本当に、まあ、でもクロテッドクリームがないスコーンなんておかしいよね。いや、そうでしょ。でも誰も説明してくれなかったのよ。クロテッドクリームはすごい、うん、でも知らない人いっぱいいるから、うん、このスコーンとクロテッドクリームっていうのは一つの食べ物なんだっていう認識をもっと世界中に知らしめるべきだと思う。そしたらスコーンの人気ランキングがうなぎ登りだと思うわ。スコーンの人気ランキング上じゃんね。上なの？日本でスコーン好き、大好きだったよ昔から。それは知ってるからじゃん。それは知ってるからだよ。俺って知ったらスコーンの人気がすごい上がったの。スコーンって言われたらちょっとウキウキしちゃう感じなの。今日お昼スコーン食べよう、あ、いいねってなる。で昔だったらあのパサパサのスコーンしか知らない時代の俺だったら、うん、スコーンって言われると、え、なんでスコーンって思った。あと焼きたてだから美味しいっていうのもあると思うけど、それだけじゃない。だって俺マミコ前買ってきてくれたのさ、別に焼きたてじゃなかったじゃん、うん、でもクロテッドクリームがあったから、うん、あ、そういう意味ね。多分普通のパンにクロテッドクリームをつけても、うん、ここまでの喜びは多分ない。あのこのパサパサ感があるからこその、そんなパサパサかな、なんかパサパサ感ない、うん、すごいイチゴ美味しい。イチゴ、うん、イチゴうま。本当？うちでとうとう取れた、うん、なんか、あ、美味しい。そう、イチゴじゃないのかなって疑ってたけど、うん、イチゴだった。イチゴイチゴ、普通にイチゴ。美味しい。甘い、やっぱ、うん、うん。毎日水をあげた甲斐があった。なんでこんなちっちゃいんだろうね、でも、うん、サイズが。うん、なんかだって大きいやつってもっとなんか木みたいな感じじゃないの？違います。イチゴ割りってしたことあったっけな。私あるよ。ブドウ狩りはしたことある。だからブドウ狩りのイメージなんだよ。ブドウは上にこう。イチゴはした。イチゴはしたか。うん。いつスコーン食べたの？初めて食べた時。初めてスコーンを食べた時？うん。思い出せない。ね、そんな昔から。でもスコーンっていうの、スコーンっていうのはこういうパサパサした。スコーンじゃない。スコーン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 じゃない。スコーン。スコーンじゃない、スコーンね。スコーンはなんかこうやめてくれるそれ。スコーン、スコーンじゃない、スコーンは、うん、スコーンはこういうなんかパサパサした食べ物だっていう印象は本当にずっとあった。もうだからもうそこです、繰り返し言いたい。
なんで誰も説明してくれなかったんだって違うよって俺がねこれを一人で単体で食べようとしてる時になんで、うん、誰かが横から、うん、違うよそれはってクッキングと一緒に食べるもんなんだよって、うん、誰も教えてくれなかったからみんな知ってんのかな本当に知ってんのかな、うん、みんな普通が出てくるでしょねうちのお母さんとか知らないと思うよって絶対ぶち殺されるよだって教えてくれなかったもんうちのお母さんそのことスコーンは違うわよってあなたそのクロテッドクリームと一緒に食べるもんなのでも、うん、もうにクロテッドクリーム売ってないでしょ、うん、日本にもほとんど、うんうん、でさその代わりになるって言うとさ、うん、最近マスカルポーネチーズもあるけど、うん、昔はさ結局ないから生クリームを泡立てなくちゃいけなかったと思うわけ、うん、めんどくさいじゃん、うん、だからジャムでいいやって思ったんじゃないかなジャムをつけることさ知らなかったもんねんいやいや本当にだから何なのいや何なのこれって思った本当に何なのってでもジャムは最近までつけなかった別になんか甘いや違う単に甘いものが好きじゃなかったから、うん、私はクロテッドクリームだけでいいですって言ってみんなにえーってびっくりさせた、うん、もうクロテッドクリームだから全然大丈夫ジャムがあっても別にいいけどでもクロテッドクリームだけでいいかな俺は、うん、そのぐらいクロテッドクリームが偉大だって思うでも基本的にはスコーンはクロテッドクリームとジャムはワンセットなのでしょだからクロテッドクリームを下側に塗って、うんうんジャムを上に塗るか、うん、ジャムを下側に塗って、うん、クロテッドクリームを上に塗るかっていう流派まであるわけ、うん、でなんか女王陛下が確かジャムを下にしたんだっけあそうで塗ってすごいその反対のクロテッドクリームが下派の人はすごい嘆き悲しんだんだってうーんっていう話があるぐらいにジャムとクロテッドクリームがセットの置いといてほしいんだよねんなんかスコーンを置くときに横にちゃんとクロテッドクリームを分かりやすく山盛りにして置いてほしいうん、うん、それなんか矢印とか書いたりとかこれなんでなんだろうなんかスコーンでも日本の人は絶対スコーンに対してそんなにいいイメージないと思うよえあるよないないあるのかなこの年はあったよマミここ初めてだよスコーン美味しいって言ってる人はえーうん、大丈夫またスコーン協会の人にすごい怒られるいやでも俺は今はスコーンを自分で作るぐらいスコーンに対してこう、うん、なんていうの、うん、愛情があるから、うん、なかなかいなくない自分でスコーン作る人家で、うん、でも今回のやつ簡単だったでしょ、うん、俺どうやって作ったの私やった作ったけど何回か多分ねバターを冷たいままでやってたと思うよあそううん本来のやり方はそれが多いんだもんだってうーんだけどバターが冷たいとさ粉を混ぜない必ず手でこうやって混ぜなきゃいけなくてめんどくさいわけあだからそれだったんだ、うん、どういったかなうんいちごも美味しいなうん、うん、すごく美味しい、うん、甘みがそんなにきつくないけど、うん、なんかいちごの味がすごいしっかりしてるうん香りがするうんそう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 本当にそう、うん、ちっちゃいのにねうん早いまだ取れるよそういうことじゃないの、うん、まあいずれね、うん